猫タツって韓国の人の。そうっすよ。マジ？日本語、いや、うますぎでしょ。マジで言ってる？うまいでしょ。俺も最初分かんなかった。エージェントを選べ。え、本当に言ってる？あ、本当だよ。本当ですよ。あー、サンデーレナ君いっそ。韓国語は？本当に？あ、本当っすよ。だから俺最初分かんなくてさ、じゃあやろうかフルパ。うん。え、エッグマジ？でもあんまり喋ることないっすよね、韓国語は。日本語の方がうまいけど韓国語も喋れる的な。そうっす、日本語の方がもううまい。マジか。マジかよ。ツナちゃんのボイスは売ってる？あ、売っても、あ、なんですか？売ってます。え、あの、なんかおすすめない？おすすめバレンタインとかクリスマスとか。あー、オッケーオッケー、バレンタインにしとくわ。バレンタインね、オッケーオッケー。ちょっとキモいわ。バレンタインいいよね。おせさんのマジよかったわ。いやでも自分演技下手なんで、あんまりかもしれない。どっちでもいいです。待機やね。オッケー。うん、待機だね。ボイス聞きながらか、これは。え、はるま聞いたことある？いやマジで。ボイス、ボイスない、うん。なんか急に静かなるの嫌だ。調べるわ。あ、聞いてよ。うわ、無理すぎる。なんかザンおじさんって感じする。こんにちは。こんにちは。おはよう。つなちゃんごめんね、急に。あ、全然いいですよ。ぼっこんじゃって。いや、全然大丈夫です。あの、嫌だったら言ってね、ミッチーとかリオンが。もう全然、俺うん、今のところ大丈夫。あの、こっちの状況で大丈夫やから。今のところ大丈夫。言ってくれたら、うん、頼みます。ありがとうございます。初めてかもしれない。え、多分初めてっすよ、普通に。うわ、やだ。嬉しい。バレンタインス今日。ちょディスコードミュートになってない、リオンさん。あれ、ディスコードミュートになってないって。ちょ、俺はクリスマスボイスだからね。俺クリスマスボイス行くから。本当に聞かれてるパターンすか、これ。カートに追加ね。カートに追加。私のボイス聞かれてる。そう、私のボイスが今聞かれてる。くれるんすか。これでかっこよさ。そうなんすか。でっか、これでけえ。受け取るっす。恥ずかしい。オンカメラやん、しかもこれ。えぐい。顔見えとる。おかしい。いいっす、行くっす。うわー、終わっちゃった。なんでミュートになっちゃったの、これ。ミュートしなかった、ごめん。いや、違う、そういう趣味だから。そういう趣味よ、リオンさんは。そう、聞かせて、聞いてほしいんだよね。ツナちゃんに、そう、聞かせたいんよ。あ、なるほどね、反応をね。そう。聞かれたの初めてっすね、目の前で。どんな気持ちだった？嫌だった？すごい恥ずかしい気持ちだった。そうだよね。え、待って、てか演技っていうか普通にもうそのし、めっちゃ良かったな。え、ボイスってこんな感じなんだ。俺聞いたの初めてなんだけど。え、ちなみにベニちゃんえぐいっすよ。ベニちゃんの、じゃあちょっと今度買うわ。うん、マジ。あの、どうかしたんで。これボイスって、これもうみんなメンバーは絶対あの発売してるやつなの？いや、多分自由っすね。参加したい人は参加してみたいな。へえ、これみんなおすすめっす。デート行きたい方はぜひ。これデート行けるっす。500円で。安っ。500円でデート行けるっす。やだな、500円でデート行けるって。検索行ける？検索。なんかその言い方やだな。多分今後あかりんちゃんのボイスとかも出ますよ、多分。絶対買うね、俺は。うん、本人が やる気次第なんですけど。クオリティクソ高いな。え、ほんとっすか。うわ、嬉しい。うわー、何度ミートで聞き始めたぞ。いや、もう何してるか。うわー、何か気分してくれ。もうさあ、とはうわー、耐えられない。嫌だ。うわー、もう耐えられないから。困っちゃう。前もボイス聞いたことあるでしょ。いや、いいね、ツナちゃん。今クリスマスボイス聞いたわ。ホワイトボイ、あれ、お返しボイスいる？俺の。いる。いらないでしょ。いらないでしょ。全然取るよ。今日は来てくれてありがとう。バカにしてません？それ大丈夫？違う。バレンタインもらったからさ。うん。
お返ししたいんだけど。ちょっと恥ずかしいんだけどさ、受け取ってくれるかな。受け取る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 。バクセルとバクセル。バクセルバクセル。バクセルバクセル。バクセルバクセルバクセル。バクセルね。バクセルビロマン。カンナカンナ、アストルカンナ。ジェットナイフだったね。じゃあ少ないかな。オペじゃないよ。犬めっちゃ良かったな。ナイス犬や。いや、めっちゃ褒めてくれるじゃないですか。あれつ。女の子だけだよ、うん、女の子だけだよ。俺女の子にだけは褒めるよ。言うな。否定せえ。よかった、女の子だ。判別。ナイス、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 アタッカーの勝利。ナイス、でプラチナスリー嘘やん。嘘だよね。プラチナスリー。あーマジで、プラチナスリー来るのマジ。ガチでね、アッセンダントイモータルのパワーあるね。え、ほんとっすかね、マジで嬉しい。いや、なんか、ミッチさんがレディーアップ行くまでみたいなの見たんで、私がハグキ出して負けたら申し訳ないなと思って、うん、いやいや、ミッチ余裕でハグキ出してるから、マジで気にしない。これビジネス、ビジネス。うん、カロリー高か、ランク。いや、ようついてきてる。普段めっちゃ勉強になる。マジでうまい。いや、マジで楽しいっすよ、今ハイテンポだもんね、多分いつもやってるより早い早い早い。ちょっと声かけるか迷ったんよね。ミッチーリオンで。そう。いやそこそこなんか特級呪物コンビで呼ぶその声かけるかっていうよりはデート的にやっぱり、うん、そ, そ, そっちなんだ。敵強いの嫌だタイプいるやん。あ、います、ね。呪物でかと思ったわ。そうそう。いや、そっちもあるよ。ちなみに猫ちゃん、俺は何もしないからね。普通に言われちゃうんやね。猫ちゃんえぐいよ、お前それ。お前ペットみたいに呼ぶな。猫ちゃん。お前ペットみたいに呼ぶなって。猫ちゃんやて、お前。猫ちゃん、ちょっとハマってるよ。猫ちゃんガチでやった。猫ちゃんダメか。お前やっ、しれっと入れてきたな、お前。猫ちゃん。ダメか、猫ちゃん。今ならいける思った？うん。ダメか、猫ちゃん。今なら猫ちゃんいけると思ったけど無理やったか。そう、ちなみに本当に何もしないけど、多分こういうとこなんだろうね、猫ちゃん。気にしないで。猫ちゃんマジでえぐい。じゃあ子猫ちゃんにしよう。ファイヤファイヤファイ。それは事実で、俺だってツナさんだもんね。そうね。だからもう本当にヤバかったらツナちゃん俺にコちゃん送ってほしい。お前が一番黒幕か。お前が黒幕か。本当にヤバかったらいつでもコちゃん送ってほしい。話聞くよ。話聞こうかって。あれだからね、ちっちゃい頃友達コレクションで好きな子をめっちゃ飼ってるタイプだから、マンションで。クラさん、何ぞ友達コレクションって。友達コレクション知らないですか？知らん知らん知らん。天月さんが分かんなかったら俺も分かんないよ。でも知ってます、一応友達コレクション。あ、知ってんだよ。知ってんだ。知らんだけや。知らんだけか、普通に。猫ちゃん帰るよ俺。猫ちゃん、さらっと入れてくんなって。お前今のはリオンさんですよね。バレた？なんか無駄に、なんか俺たちが猫ちゃんって言うだけでさ、アマニーの株が上がるのやだな。なんで言ってないみたいな。やっぱ言わない、なんかちゃんとしてる人みたいな。なんかな、どの呼び方でも呼ばれるだけで。アマニーは猫ちゃんいっぱいいるか。確かに家に飼ってるって嫌だな、この流れで家に飼ってるっていうの。めっちゃ家に嫌すぎじゃないこれ。あぶない、まずくない、なんか問い合わせくる。息子問い合わせきちゃうよ。これツナがここから、うん、こっちにフラッシュ出して、はい、あ、これ俺スペクター出して、泣いたら当たろ、泣いたら当たろ。犬と、犬じゃなくていいんですか、これだけで。シルクないよ、ツナがやめてくれね。ユーサンシルク主題。どの呼び方でも流れると思っただろ。流れると思ったか、お前。TP ツナしたら、ちゃんと聞いてんだよ俺。TP ツナしたら、全然作戦わからない。何、シャワー泣いたら、シャワー当たる、シャワー泣いたら、シャワー当たる。今から行きますよ、シャワー。いいよ、熱い。ナイスホールド。ツナさん。ナイス。狙いを定め。普通の呼び方が違和感あるようになっちゃってる。なんか距離感。誰かこう金持ち。今日で目覚めすぎじゃない？多分。俺を。ちょ、猫タツビーロングフラッシュしよう。猫タツが出た。それいい、それいい、それいい。今バルの名前猫タツだからね。